あ、来たろ。そんなの絶対ダメ。うわ、はい、皆さんこんにちは。この動画で初めて僕のチャンネルに遊びに来たよという方は、特にこんにちは。達也と言います。本日よりですね、ペルソナ3リロードエピソードアイギスを、実況していきたいなと思います。僕普段ですね、ペルソナを中心にアトラスのゲームを中心に、実況させていただいてるんですけども、まあもちろんこのエピソードアイギスの存在は知っていたんですけど、内容はねもうほぼほぼ知らないので、ぜひ皆さんと一緒に楽しんでいけたらなと思います。まあ本編でね、ラスト鬼太郎がまさかの衝撃的な展開を迎えてしまったということで、まあざっくりとしたストーリーとしては、まあ多分鬼太郎を探しに行く、鬼太郎を救いに行くみたいなストーリーっていうのは知ってるんですけども、あとこの真ん中のね、なんかちょっとアイギスに似ている子が今作の重要キャラクターということで、一体どんな話になるのかめちゃくちゃ楽しみです。あともうオープニングからもこの BGM はもうダメよ、泣くよ。じゃあニューゲームでいいのかな。あなたの物語のセーブデータを一部引き継いでゲームを始めることができますと。セーブデータを引き継ぐことでゲーム内で入手した衣装やペルソナ全書の登録情報を引き続き使用することができると。ペルソナ全書の登録情報は最高難易度であるハートレス。心失ってるやん。嫌な難易度の書き方だな。では使用することできないの？なるほど。後からセーブデータを引き継ぐことや別のセーブデータを引き継ぎ直すことはできません。はー。はい。あなたの物語のセーブデータを引き継ぎますか？122時間やったからな。このデータを引き継ぐか。うん。あ、そっか、難易度設定あんのか。どうしようかな。まあ、いつもはね、まあ、今作は別に DLC だから2周目ではないけど、2周目やるときは一応最高難易度でやるんですよ。それこそ、ペルソナ5の、あとチャレンジモードとかでやってたんですけど、ただ今回、ハートレス選んじゃうと、ペルソナ全書を引き継げないんだよね。それはなんかちょっとしんどいな。いつもだと冗談っぽく、最高難易度のノーマルでとか言いながらやってるんですけど、まあ、ハードでやるか。さすがにノーマルはちょっとね、歯応えなさそうなので。うん。ハードでやろう。お、群青色のしおり。コンテンツ。あ、これは DLC のやつだね。うん。そっか、BGM も変えれるのか。はい。お。影時間。でもまあ、タルタロスはもう破壊したわけだからね。なくなってるはずだけど。私たち自身の招いた試練だったのかもしれない。試練。アイキス、なんか、ん、見た目が。おおおお、ん、え、ケンちゃんと。あ。え、何、え、何、え、なんでその二人が。味方同士なのに。え、何、訓練、なんか訓練か何かこれ。え、撃つの。ちょっと待って、一応明彦人間だよ。この子が今作の鍵を握る子だよね。あ、風花ちゃん、なんかちょっとケンちゃん大きくなった、大人っぽくなってたけど。うん。それを開けることとは全く別の話。そんな当たり前のこと。ああ、じゅん、ちょ、何やってんの。あ、ここのシーン。確かに私たちには分からなかった。うん。未来を開く鍵を一体どう使えばいいのか。何その鍵。鳥肌えぐいんだけど。事件発生の少し前。2010年3月31日、お昼の1時半。ああ、だからあの約束の日からまだ1ヶ月経ってないのか。
ルカちゃん。もしもし。あ、ゆかりちゃん？私だけど、今日は、その、来ないの？ん？掲示板に書いといたでしょ。今日は私、予備校で。予備校？あ、まあ、そっか。3年生だもんね、ゆかりっちね、次ね。それは知ってるけど。うん。必要なものは全部そっちに置いてきたし、いなくても不都合ないよね。なんかギスギスしてない？おい。同級生でさ、この二人はずーっと最初から最後まで仲良かったじゃん。え、どうした？そうだけど。うん。いいの？ん？私はいい。あ、そうだよ。だって3月31日だから、秋彦とみっちゃんは大量の日なんじゃないの？なんか送別会とかやるんじゃない？切られた。え、寂しいね。おお、みんな転まる。ゆかりちゃん、やっぱり来ないそうです。寂しい。真田さんもジムで調整って言ってたし、この分だと来ないかもですね。ジムで調整ぐらい調整してこい。いや、なんかまあゆかりちゃん、まあ100歩譲ってわかるよね、大事な時期かもしれないしね、予備校のね、そんなに休むわけにもいかないかもしれないけど、秋彦はもう自分で調整できるだろう。なんだよ、二人とも空気読めよな。なあ、順平、言ってやれ言ってやれ。今日でこの寮閉鎖なんだぜ。閉鎖？え？寮自体が？思い出とか死ぬほどあんだし、最後は揃って締めたいじゃんよ。なあ。なあ、いや、それは本当にそうだよ。あー、コロマルが悲しそう。そして可愛い。仕方ないさ、人それぞれだ。いいの、それで。みんな自分で決めた道を歩き出してる。喜ばしいことのはずじゃないか。そうですよね。うん。それに私もあまり人のことは言えない。ん？日に日に多忙でな。正直今日もこれの回収がなければ来られたかどうか。いや、そうだよ。だってみっちゃんなんてグループを背負ってるね、はずなのに、来てくれてるのに、なんだジムで調整って。あきひこ、おい、絶対来れるだろあいつは。いよいよ召喚機が回収か。あ、そっか。1、2、3、6、この丸の分も含めて7か。ちと名残惜しいけど、でも実際使わねえもんな。この中に鬼太郎の召喚機もあるのかな。2の4の、てかあといくつだっけね。もちろんガッキー先輩も。ああ、アイギス。あ、召喚機。あれ、アイギスって召喚機持ってたっけ。あんまり使ってるイメージないな。これで全部だと思います。あれ、アイギスさんって持ってましたっけ。ねえケンちゃん、な、俺らの記憶だと使ってるとこ見たことないよな。そうか、彼の分君が保管していたんだったな。そういうこと。ああ、もう暗い。まあ、だってまだ1ヶ月も経ってないわけでしょう。切り替えろって言う方が無理だよな。そんな改めて暗くなんなって。うん、あいつもきっと、うん、こういうの好きじゃねえって。そうだそうだ、順平、ちょっとなんか明るい小話の一つや二つやってあげてよ。ごめんなさい。そうですよね、もう全員でお別れ済ませたんだし。うん。でもなんでだったのかな、体には全然異常とかなくて、本当にただ眠ったみたいだったんでしょ。え、そうなの。やっぱり、ああ、あの最後の戦いで私たちを守るために
力を。そうだよね、 HP がゼロになる技使ったもんね。それは悩んでも仕方がないです。誰かのせいだなんてあの人はきっと思ってないと思います。そうだね、北郎はそういうやつだよな。だな、愛ちゃんの言う通りだ。にしてもアイギス思ったより平気そうで安心したぜ。確かに、特に終盤のね、アイギスの北郎に対する依存というか執着はすごかったもんね。前は本当にあいつのことしか頭にない感じだったからな。そうそう、自分でも少し不思議です。明日からラボに戻って一人きりになったら別の実感が湧くのかもしれません。ん、ラボに戻るの、一人きり、え、ラボに戻るって新学期はラボから通うの？あ、学校辞めるんじゃないこれ。いやだってもともと学校通うのもね、北郎のそばにいたいっていうのが動機だったしね。あ、いえ、その、うわ絶対そうだよ。アイギスは明日付でラボの預かりに戻る。3年には進級しない。一緒に卒業しようよ。え、マジかよ、今まで通りじゃダメなんすか。なあ、私が決めたんです。ごめんなさい、言いそびれてしまって。皆さんといると楽しいですけど、やっぱり私なりの日常を自分で探さないと。だからってな、ラボに戻ってもね。寂しい。でもいつでも会えますから。アイギス、え、ちょっともう、え、もう今日はじゃあアイギスの送別会だ。お、寿司取って、みっちゃん。特上頼むわ。これも門出の形だ。それよりなんだか話が下向いてしまったが、今日はもともとそういう日じゃない。実はいつかと同じ特上寿司を頼んであるんだ。今あれだからね、あの、俺が特上寿司って言うから今みっちゃん特上寿司って言ってくれてるからね。俺がピザって言ったらここの回答ピザになってるから。なわけない。全員揃ってとはいかなかったが、今夜は久しぶりに下で夕食にしよう。てかあれだよね、本編の時もピザじゃねえや、寿司食べたことあったよね。あれか、ね、なんかタルタロスこれでなんか OK だみたいな時に一回食べたよね。あ、急に語彙力が。いいですね。お、特上よ。現金なやつ。でもまあこういう時に順平のね、この明るさに救われるよな。アイギスも置くんだろ。はい、もちろん。皆さんと一緒の時間は楽しいですから。あ、いいじゃん。アキヒコのやつ悔しがるぞ。写真撮って送ってやろうぜ。先月から原因不明のまま患者数が激減し、ひとまず収束へ向かっている無気力症。ですが社会生活に過度のストレスを感じている人の数は減っていないようです。それは普通に別問題だからな。厚生労働省の調べによりますと。ん？誰？お、もうこんな時間かよ。ん？もうすぐ0時か。え？アラーム？なんで？あ、そっか、0時前にアラームかけてるのは影時間だから、その時間起きてるためっていうことか。あ、細かいな。普段ならありえないが、ついつい何もせず過ごしてしまったな。こうして座っていると以前を思い出す。そのせいかもしれないね。その以前と比べて3人ほど足りないね。それちょっとわかります。荒垣先輩も入れたら4人か。ここは思い出がいっぱいで、私もすることがないのによく長居しちゃうし。僕もなんだかここにいると戦ってた頃のことを考えちゃうっていうか。あ、まあ逆に言うとそれが嫌だからゆかりっちとあきひこは来ないんだろうな。
秋彦とかあいつ責任感めちゃくちゃ強いからさ、北郎のこと多分責任感じてると思うんだよね。変ですよね。どっちかっていうと辛いことが多かったはずなのに。うん。てかさ、昔がどうっつうより今が納得いかない感じしね。というと、最近外歩いてっとなんかみんな今さえ楽しきゃいいっつうか。あ、だってストレガの広めたヨタ話とかまだ地味に流行ってんだぜ。そうなんだ。なんつうか俺ら死ぬ思いして一体何を守ったんだか。世間の愚痴ですか。聞けますよ。小学生に言われると聞くな。もう可愛くね。仕方ないさ、私たちは滅びを防いだだけで世直しをしたわけじゃないからな。まあそうだよな。やれやれ。以上、気象情報をお伝えしました。まもなく午前0時です。ん、もしかしてちょっと待って、影時間が復活するの？はあ、コロマル。レイジちょうどって。うん。まさか影時間？なんで？あ、順平。いや、外は何もなってねえぞ。なんなの今の？あれ？ニュース？え？こんばんは。こんばんは。日付が変わりまして、3月31日のニュースをお伝えします。終わらない3月31日。今日って31日じゃないですよね。ループしてんじゃないこれ。キャスターの人間違えてるんでしょうか。え、なんだよそんなことかよ。毎日やってりゃあんだろう。たまには何かと思ったじゃんよ。あれ？え？でも携帯も31日。つか、なんか別に何も起きてなくないっすか？いやもうめちゃくちゃ起きてるだろ今ので。ケンちゃんの言葉聞いてたか今。見たところはそうみたいだな。確かに変な感じがしたのに。はあ、時間も時間だし、今夜はこの辺でお開きって感じっすかね。なんか寮の最後の一日だってのに微妙な締めだな。たく、とりあえず全員で写真撮っとく。私先に上がらせてもらってもいいでしょうか。明日の移動の準備もあるので。行っちゃうんだ。おやすみなさい、アイギス。あ、でもまあ、また3月31日だったらまあ、ラボに行くことはない、ないか。そうだね。ういーす。なんだその声。あ、はい。だいぶ、礼儀正しい人間になったな、アイギス。一応、ユカリア・アキヒコにも、連絡を取っておくか。うん。面白。お、彼と最後に話した時のことが浮かぶ。屋上の？あの日、眠ってしまった彼を、私たちは一抹の不安とともに寮まで連れて帰った。けれど翌朝、その不安は別れという現実の姿で立ち現れた。その日からしばらく私はふさぎ、毎晩同じ夢ばかり見るようになった。去ってゆく彼の背中をただ叫び追い続ける。そんな夢、私は彼を守ると約束して、それを自分の生きる証にすると決めた。でもそれはもう叶わない。もうなんか泣きそうなんだけど。けれどある日を境に、私の悲しみは不思議と抜け落ちるように薄らいだ。なんで？私は夢を見なくなり、やがて、夜の眠りそのものが必要ない体に戻ってしまった。ああ、ラボだ。ああ、おはよう。
やっぱり眠れない。制服が全部一緒だいや別にこれは最悪1週間前くらいあればいいだろ絶対発注しすぎだよ。私この先も生きていけるのかな。あー、アイギスにとってのね、生きる意味ってものがあったもんね。おお、出た。ジョー、アイギスに止まった、消えた。ちょ、もう何え、何、アイギス、起きてる？あ、はい。あ、ドアは開いてます。あ、そっか、ここラボじゃねえや、部屋だったわあまりにも見た目がラボっぽいから。アイギス、お願い、え、みんなを助けてあげて。何？何があったんですか？うん、まさか、敵襲？なんていうか、いきなり1階の床が開いて、そこから1階の床？とにかく急いでラウンジへ。わかりました。何？床抜けた？手抜き工事？ねえ、思えば夢を見なくなったあの日から本当は始まっていたのかもしれない。私たちに訪れたこの出来事は。おお、戦闘 BGM になりそう。え、皆さん、は、何、ね、あ、気をつけろアイギス。どうもそいつは人じゃない。あ、出た。蝶の仮面、謎の侵入者。シャドウ？違う、これはまさか私と同じ体。うん、あなたか、アイギス。なんか声も似てんな。 あなたは誰？どうしてこんなこと。私はメティス。メティス？あなたを守るために来ました。お？守る？誰から？彼らはあなたを危険にさらす存在。え？よって排除します。もう100万歩譲って順平はそうかもしれないけど、何、どういうこと？何を言ってるの？排除なんて、そんなこと絶対させない。うん、なら仕方ありません。あなた自身のために今は下がっていてもらいます。戦いそう。うわ、強そうだな。今は引いてもらいます。あ、普通に怠慢ね。やってみせます。あれちょっと待って、決断の時です。あれ、なんかしょぼくないこれ強さリセットされてない？もしかして電光石火。そちらが抵抗しなければ私は。何？おお、かっこよ。何それ、花嫁みたい。今のはペルソナ。うん、ペルソナまで使えるだなんて。え、どういうこと？超楽しい。とりあえず電光石火。普通に殴られた。アイテムとかあんのこれ？傷薬がちゃんと5個もあるありがとう。アローシャワー強っメティスはためらっている。じゃあ本当になんか敵ではないんだね。いいよ、ためらっている。え、俺そんなためらってる人にそんなどんどん攻撃していいのかなあ、てか HP が全然ねえや。普通に攻撃するか。お願い、おとなしくしていて。アイギスも疲れてる。倒した。なんか後半無抵抗だったから
悪いことしたな。予想以上の力です。仕方ありません。ん、え、これってん、テウルギア、これ。アイス、何何何、おちょけんちゃん、うわうわ、ちょっと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 、誰か、ちょ、アキコ何やってんだ、アキコ早く来い。いや強すぎる。障害となるものは排除。ああ、来たろ。そんなの絶対ダメ。うわあ。わ、アテナが。え？もうオルフェウスっぽくなかった？オルフェウスじゃん。かっこよ。ちょっと面白すぎるんだけど。一体。ねえさん。そっくり。姉さんって言った今。あ、ちょちょ、アイギス、アイギスがやばい。あ、ん、あ、倒れてる。はい、面白い。あ、なに、え、新たな力の目覚めに伴い、アイギスのペルソナ、アテナは、オルフェウスに変化した。キタロウが助けてくれたのかな？ベルベットルーム！ちょ、どうなってるのこれ。あ、日時が不明になってる。アイギスがベルベットルームいるよ。フォアがベルベットルームへ。イゴールさん、長えな花。毎回言うけど。ほう、これはまたとびきりの珍しいお客人ですな。てかイゴールさんとエリザベスはキタロウのことどう思ってるんだろう今。あなたは人形？それとも人間？どうも私と似た定めをお持ちのようだ。イゴールさんと？あの、ここは一体あなたたちは？おっと、申し遅れましたな。私の名はイゴール。うん、こちらに控えておりますのはエリザベス。うん、一応アイギスに伝えとくけど、あのエリザベスはキタロウとちょめちょめしてるから。うん、そこだけはちゃんと覚えといて。アイギス、共にこのベルベットルームの住人だ。エリザベスでございます。お見知りおきを。ここは精神と物質の狭間にある場所。契約を果たされた方のための部屋。そう、あなたは契約をなされたのです。はあ。ワイルドの力にお目覚めになったことでね。アイギスがワイルドを。今からあなたはこのベルベットルームのお客人だ。ワイルドの力？ご存知のはずです。複数のペルソナを持ち、使い分けて行ける力。キタロウの力だね。つい先日までここの客人だった少年も同じ力を持っておりましたな。ちゃんとイゴールさんとエリザベスはお通夜とか参列したのかな。ねえ、なんかそのあたりについてもなんかちゃんと言及してほしいよね。
なぜ鬼太郎があんなことになってしまったのか。あなたは彼を知っているんですか。うん。存じておりますとも。彼は見事命の答えにまでたどり着いた。イゴールさんはなんかこうなることを知ってたかのようなね、なんか口ぶりだね。命の答え。あなたの得たワイルドの力はそれへと至る前触れなのです。答えにたどり着くというのはもしかして死を迎えるという意味ですか。なるほど。命ある者は皆答えを求める旅路にあり、旅の終わりでそれを知る。あなたにもし絆で結ばれた五道法がおいでなら、このように覚えておかれると良いでしょう。心の力が一つに集うとき、いかなる扉も開かれる。扉。あの少年の時もそうでございました。私から申し上げられるのはただそれだけでございます。絶対他にも知ってると思うんだけどな、イコールさん。ちょいちょい出し惜しみするからな、情報を小刻みに。さて、あまり長くお引き止めするわけにも参りませんな。どうやら試練の始まりがあなたを待っているようだ。うん。おっと、何？今の感じはさっきの0時になった時の感覚と一緒かな。あなたには必ずや私どもの助けが必要となりましょう。これをお持ちなさい。ん？ああ、契約者の鍵。次からこちらへはご自身の足でいらっしゃるがよろしいでしょう。ではその時までごきげんよう。私はかつて生きると決めた。うん。それからの私に起きたいろいろな変化、ワイルドへの目覚めがもしも命に近づいていることなら。え、何？え、ちょっと待って。え、何この話、最終的になんかアイギス死にそうじゃない？え、ちょ、え、え？え、アトラス、おいおい、アトラスやってんな、おい。その果てにある答えというのはやっぱり死ぬこと。そういうこと？その時私は自分でも驚くほど自然に、特別な痛みもなく、そう感じていた。もうワイルドが呪いじゃん、ただの。ん、なんか装備が変わってる。あ、てかゆかりっち。ということで今回ここまでにしとこっから。いや、面白すぎるでしょ。ちょっと なんだろうな。とりあえずなんかハッピーエンドが見えないんだけど大丈夫かな。心配です。また最後の最後に僕が鼻水すすりながら号泣しているところがなんか今もう今から目に浮かびますね。はい、ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価とコメントの方よろしくお願いいたします。それではバイバーイ。